アドニスガルシア・アリエータは、キューバシエゴで、アビラ州出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2019年現在は、メキシカンリーグのドゥランゴジェネラルズ所属。弟のホセ・アドニスガルシアもプロ野球選手。キューバ国内リーグセリエナシオナルでベースボールに、出場当初は欠出した成績ではなかったが、2005から2006シーズンのみ臨衆チームのナランハスデビジャ、クララに移籍。 元のティグレスデシエゴで、アビラ所属に戻った翌2006から2007、シーズンから頭角を表し、リーグ屈指の内野手に成長した。国際大会では、2009年7月のロッテルダムで開催されたワールドポートトーナメントに B 代表の一員として参加し、三塁手としてベストナインに輝いた。 2011年1月、ベネズエラへ亡命した。2011年から2012年にかけての冬の時期は、ベネズエラのウィンターリーグリーンはベネソラーナでベースボール、プロフェッショナルの、このシーズンの優勝チーム、ナベガンテス、デル・マガリアーネスでプレーカリビアンシリーズでも93打数で打率。376と活躍し、オールスターチームの中堅守に選出された。 2011年8月に居住権を確立する際に虚偽の身分証明書を提出したとしてメジャーリーグから6ヶ月間の署名資格剥奪処分を受けた2012年5月2日にニューヨークヤンキースと1年40万ドルのマイナー契約を結んだ A 級単派ヤンキースで20試合に出場し打率236.1本類が15打点だった8月に AA 級トレントンサンダーへ昇格。同球団では28試合に出場し、打率288.4本塁が14打点に盗塁だった。2013年はルーキー級ガルフコーストリーグヤンキースでプレー後7月にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースへ昇格。トリプル A 級スクラントンウィルクスバリでは50試合に出場し、打率。 256.3本類が10打点四盗塁だった。二千十四年もトリプル A 級スクラントンウィルクス割でプレイし八十六試合に出場して打率。三百十九点九本類が十五打点十一盗塁だった。二千十五年四月一日にヤンキースから解雇された。二千十五年四月九日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、 参加のトリプル A 級、グーインネットブレイブスに配属された。5月18日にメジャー初昇格を果たし、翌19日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。以後、三類種のレギュラー格の一人として起用され、58試合の出場ながら10本類打を放った。一方で選んだ子球がわずかに5つで、出塁率は300に届かず、選球眼に課題を残した。 守備は、荒く、42試合で守りについて10失策、DRS-3 という内容だった。2016年は、同じキューバ出身のエクトル・オリベラが左翼手へ、コンバートされ、肖像類種となった。同年は134試合に出場して、規定打席にも到達し、打率、273.14本類が、65打点3投類、3盗塁。 オプス0.717を記録した。2年連続に桁本塁打をクリアしたが、出場試合数からすれば生産ペースが低下した。サードの守備は、いまいちで、123試合で、全ポジションでもワースと4位体の18失策を犯し、守備率、939DRS-7 ザーマイナス1.8という内容だった。また、4試合で守ったレフトでは、 DRS-2 ザー -0.5 だった。2018年1月10日にブレイブスを自由契約となった。1月13日、韓国プロ野球、LG ツインズと契約した。2018年は、故障が相次ぎ LG で50試合の出場にとどまり、同年限りで退団した。2019年は、メキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズと契約したが、 5月8日に解雇となる。7月2日にティフアナブルズと契約した。7月29日にトレードでドゥランゴジェネラルズに移籍。ありがとうございます。